なんでそんな人気なのですか、最近。いや、あんまり人気という自覚はないんですけど。<laughs> いや、めちゃくちゃ人気でしたね。刺さるんですかね。やる気ない感じがいるの<ー>かなあなんかあの、本を出してほしいとかってオファーもね、結構来てるじゃないですか。か来てますね。どうするんですか気が向いたらい <laughs> <laughs> あんまりやる気がないので。やる気は出てこないんですか いや、すぐ飽きるんですよ。はい。いや、僕もすぐ飽きるんですけど。あ、飽きとはどう戦われてる僕はだから、あれですよ。飽きないようにサロンも作ってるし、僕が飽きそうなこととかどうぞみたいな。飽きたら渡すみたいな。うん、投げていっちゃうって感じ、ね、そうですね。飽きないように、たくさんのことや、やっとくと飽きないじゃないですか。はい、かいろんなことやりたいんだけど、例えば本屋さんとかもやりたいんだけど、自分でこれずっとやってたら多分僕飽きると思う。 だけど、なんか、そういうのやりたい人がいて、じゃあ、お金出すからやりませんっつって。もう、ここだって、この SPBS って本屋さんなんですけど、最初渋谷にできて、で、渋谷に3店舗ぐらいあって、今、虎ノ門と豊洲にもあって。でも、これも10年以上やってますよ、この本屋さんも。うん、だけど、僕は別に何も絡んでないから。今、経営危機器になったんで、じゃあ、俺のトークイベントとかやれるこういう HIU メンバーも使えるスペースで、ちょっと借りるわって。 ってやったりとかして手これろしてるんですけど、うん、普段は別に何もやってないんで、うん、そうすると飽きないですよなんか昔は堀江さんこれがザ本業みたいなあった時期があるわけじゃないですかある会社をやってるみたいなある会社もインターネットの会社だったからまあいろ々買ったり<ん>ステージもどんどん変わっていくしっていう感じ、ね、そうなんですよインターネットの会社をなんで僕はずっと飽きずに飽きずにって言っても10年しかやってないですけどね10年しかやってないんですよみんななんかすげえやってるように見えるけど10年しかやってなくて96年から2006年の1月までなんで週。うん10 10年の前にクビになりましたから。<laughs> なんで、僕実は10年同じこと続けたことないんですよ。で、あの会社も、インターネットって切り口で何でもできたから、インターネットって切り口であれさえすれば、ありとあらゆる産業に手を出せたんで、うん、めちゃくちゃお堅い会社から、めちゃくちゃ柔らかい会社まで行ってましたからね。安室奈美恵ちゃんのホームページ作りながら、国立国会図書館に行くみたいな。<laughs> かたやなんか、国税局のタックスアンサーっていう事業の入札にプレゼンしに行くとか、なんか面白かった。 確かにインフラって万人の生活に関わってるから、どんな文化でも、ね。そうそうそう。ゆるかろうとかたかろうと必要になるって面白さありますよね。そうなんですよ。なんで今はネットで、こういう、これもうちのオンラインサロンって何のテーマもないんですよ。他のサロンってなんか結構テーマあるんですけど、お金を稼ごうとか、かなんか編集者になろうとか、いろいろあるんだけど、うち何でもやってるんで、何やってんのかよくわかんねえってよく言われますけど、起こきこてる人たちも何やってんのかよくわかんない人が多いです。 みんな笑ってますけど、本当にそうです。<laughs> まあでも、堀さん自身が日本最大級の何やってるのかわからない人かりますよね何やってんのかわかんない人の話を聞く場所です、今日は。なんか、専門とかはじゃないんですかいや、僕、一応あるにはあって、研究者としては結構固いことをやってるんですよ。何研究者 ざっくり言うと、なんか世の中のビジネスとか政策みたいなのが、ちゃんと効いてるか効果測るとか、未来に向けてデザインするみたいなのを、データとかアルゴリズムとかを使ってやるみたいな、なんか社会科学とコンピューターサイエンスの相いの子みたいなことやってるんですよ。だから最近やったのだと、例えばあの、コロナで日本もアメリカも病院に金つぎ込みまくったじゃないですか。はい、で、数兆円からなんか数十兆円ぐらいつぎ込んでるんですよ。で、名目は、 病院がコロナ病床を作って、コロナ患者ちゃんと受け入れられるのを助けるって名目だったんですよね。うん、で、じゃあ、それが本当にその目標が達成できたのかを調べるとかっていうのをやったりして、でいろいろ調べてみると、日本でも、まあ、特にアメリカは全く効果がなかったっぽくて、単純に政府がお金流し込んで、病院の銀行口座の残高が売って、 で、コロナ病床もほぼ全く増えずで、患者受けるも全く増えず、単なる病院補助金だった。まあそういうのを示したりするっていうような、うん、結構地味で真面目なことだった。で、それやるとなんかいいことあるんですか効果がない政策が分かるっていう良さはありますよね。効果がない政策は分かってちょっとは動いたりするもんなんですかでそれが難しくて、多分医療、もとは医療とかあと教育の政策とかについてやってて、まあ教育とか学校とかっていうなんかいろんなのが 学校が有名かかかどうとこのうちの、なんか、どれが重要で、どれは重要じゃないのかをやり分けるみたいなことをやってたんですよね。じゃあ、それで実際変えられるかっていうと、まあ、相当厳しくて、まあ、特定の自治体レベルぐらいであれば、頑張ると1個ぐらい変化を起こせるっていう感じなんですけど、うん、国の教育制度変えるとかまあ、10年、20年とか、永遠とロビングして、ようやっと変わるって感じじゃないですか。だから 結構きついなと思って、企業とも仕事をするようになった。 まあ会社のビジネスとかサービスとかその後ろで動いてるソフトウェアとかなら結構簡単に変えられるかなっていう感じで短期的にはビジネスっぽいことをやりつつ少し長い目では制作っぽいものに取り組むみたいな企業的なやつで最近やったのなんですか言える範囲でまあ情報が公開されてるとこだと例えば ZOZO タウンのトップページにどういう服とかファッションアイテムとかが推薦されたり陳列されたりするかを決めるような後ろ側のソフトウェアの会社 そういういのをややったりす、ね、そんんんなもんやるでれもはいやったりしますそ,れそのなんかよくわかんない名前の会社名のあれですか何でしたっけ、はい、半熟仮半熟仮装っていう零細、はい、企業をやってましてそれでそういうのを受けるまあ受けることほどうでねそういう半熟仮装にはどうやったら仕事頼めるんですかえっと僕に話していただければ <laughs> <laughs> あんまり営業とかしなくて<ー>そんなにあの大きくやりたいわけでもないのでたまたま知り合ったところとかたまたま話が来たところとかそんなの頼めるって知らない なないですよねねみんなねもうそんなななに知っってててもらわなくてもらくいいかうなんだ。そうなんですね。結構細々としたことが好きで。あんまり大々的にやりたいわけでもないし、そんなになんか営業をかけて会社を大きくしたいっていう感じもなく組織を作りたいとかそういうのないんですか <laughs> うん、あんまり背負いたくないっていうのがん、ねうん、なんかこう、わかんないけど、僕なんかは考えたデータとして、こういうのがあって、こういう風にした方がいいなって。 でまあまあデータがなくて僕やっちゃうんですけど、はい、こういうふうにした方がいいなっていう信念があると、やりたくなっちゃうんですよね。で、たまに手出しちゃったりして、大変なことになっちゃったりするんですけど、うんはい、そういう気持ちにはなんないところですね。あんまり実業家っぽい気持ちがないんだと思うんですよね。うそういうマインドはないと。 だどっちかっていうと、どこまで言ってもなんか科学者っぽいっていうか、観察してる側に近いんだなっていうのは感じま散歩ですらないと。まあ、時々散歩っぽいこともやるんですけど、<ー>でもなんか欲望が弱いので、前に立つの散歩やるのもあんまり向いてないなっていう感じはします。